どうも、こんにちは、こすけです。まあ、極連のね動画をね結構一時期すごい出してたんですけど、まあ、そういえば俺と普段どういう編成使ってるかっていうのを出してなかったと思いまして、まあ、前回の動画が多分裏レッカイの、普段使ってる編成だったと思うんですが、今回は、極連ですね、普段使ってる編成、これもずっと変えてないんですけれどもね、しばらく数ヶ月ですね、3、4ヶ月ぐらい変えてないんですけれども、はい、まあこんな感じでやってます。ウリエルですね。まあウリエルね、最近始めた方はね、これクリスマスウリエルって言って、去年の12月に実装されたキャラクターです。はい、まあ知ってる方はねほとんどだと思うんですけれども、はい、この子ね、何が強いかって、この4ターンのスキルなんですよね。この落ち込んだしプラス、最下段1列を火にするっていう、しかも、覚醒ご覧の通り列強モリモリ7個で、超覚醒合わせると8個持たせることができるっていうところがね、この子の強いところでございます。はい、倍率は、18倍で、1コンボ加算も含めると、まあもうちょっと、まあ、リラフレで組ませるともうちょっと出るんですけども、でサブなんですが、帝王ゴールアシストに、ラオウ武器です。で、本当はここもう1枚ウリエルが良、かったりするんですけど、自前で3枚持っとくと、いいんですけど、僕2枚しかいないので、ラストブシニアンここに刺してます。はい、で、ウリエルにアシストで、トゥバン、はい、こいつね、トゥバンで、フレンドの、ウリエルなんですけど、これだからフレンドさんにいつも俺フレンドさんに依存しちゃってるんですよね、僕の極連の集会って。はい、ありがとうございます。が、こんな感じです。これマストなんですよ。で、だからサノスケ、サノスケ、ちょっとフレンドさんなんで見れないんですけど、サノスケのこのスキルがマストになってます。はい、繊細は、テオール回復、回復キラー3突マストです。で、悪魔キラーさんの、悪魔キラーさんの、悪魔キラーさん、でこれ悪魔こんないらないんですけど、とりあえず悪魔キラー吹っ飛け感ありますね。はい、行きましょう。で、今日ね、ちょっとハーデスが超転生進化する日なので、まあハーデス育てとこうかなっていう感じで入れてますけれども、まあ2体ぐらい、覚醒ハーデスから、開けてあげて、今日超転生ハーデスをまあ2体ぐらいかな作ってあげたいなっていう感じですね。ただガブリエルがね、俺ガブリエルがラジエルね、ガブリエルはもうそれはちゃんとね転生ガブリエル何体か用意してるんですけど、ラジエルのね奇跡をね切らしてまして、ちょっとこの瞬間作れないんですよね。悲しい、悲しいです。ラジエルめんどくさいじゃないですか、正直ラスト十何コンボしないといけないっていうところで、あれがねネックで、うん、まあサブ若と一緒に周回してサブ若で落として実質1個が2個みたいなトレードで奪ってみたいなこともやればいいんですけど、うん、それをねちょっとやってなくてですね、ラジエルに関して言うと、うん、奇跡集めがちょっと今滞ってますしね、ここ1ヶ月弱ぐらいずっとイベントのダンジョンをね集中的に周回してた、時期だったので、ちょっとあんまり降臨回してないんで、なんていうのかな、6月いっぱいはタマドラ周回するんで、まあ7月ぐらいからちょっと暇ができたらちょっと降臨回して奇跡の回収でもしようかなと思ってます。奇跡はねちょっとね落とさないと、落とさないとっていうか、もちろん作るのもね、いいんですけど、やっぱね落とした方が楽うん、楽なんですよね。まあ、スタミナかかっちゃうけどね。スタミナかかっちゃうんですけど、精神衛生上いいって言えばいいんですかね。作るのってなってくると、すごい、こう、なんだろう、奇跡のための奇跡みたいなのが、すげえヘビーで、個人的にあまり許せなかったので。はい、僕は基本的にドロップでどうにかしてますね。はい、ということで、こんな感じで、毎日、極限周回してます。今はだとね、環境的に言うと、V、デビルメイクライコラボの V を使った周回編成だと、サブこの育成枠ね、このパーティーの弱点として、自動回復持ってる、キャラクターの育成はできないんですよ。なんだけどその V を使った編成、 V 力とかの編成だと、自動回復入れても、OK なんで、V 引かれた方はねそっちを作っちゃった方がいいかなと、正直今の環境だと思います。
まあ僕がなぜそれやってないかって言ったら、単純にその自動回復のキャラクターをほぼ育成してないからっていうか、もう終わっちゃってるんで、はい、もうわざわざ。なんだ、前、最近の構築かなんかで、自動回復のやつを先に終わらせようと思って、やってた時期があったので、だいたい終わっちゃってるんで、まあこれでいいやって感じで、まあもう変えずにこれでやってるんですけどね。まあ時代の流れとともに、やっぱりフレンドさんが出してくれる、リーダーとか、変わってくるので、まあ自前で組めた方がいいっていうところもあるので、やっぱね、このウリエルにサノスケアシストをしてるフレンドさん減ってきてるんで、まあちょっと僕もそろそろ、このパーティー潮時かなと思ってはいるんですけれども、まあフレンドさん消えるまではこれでいこうかなと思います。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。